バニブックスニュースクランチチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。プロレスライターの長野景弘です。今回はジャンボ鶴田試練の10番勝負、令和編第5戦として、なんと藤波辰爾選手に、ご登場願います。藤波さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、藤波さんもなんかすごい分厚い自伝を出されていて。そう、これも今までの自伝の中で一番これ厚いのかな。ですよね。でもこっちには負けんね。これジャンボするかなりで、これ書きし、なんか書きましたよ。書き取りましたね。はい、でまあ今日はジャンボ鶴田さんについてお聞きしたいんですが、はい、藤波さんと鶴田さんって言ったら、うん、学年でいうと鶴田さんが3つ上になるのかな。3つだけ、ええ、もっと上になかった。3つなんですね。藤波さん53年で生まれですよね、うんうん、で鶴田さん51年だけど早生まれなんで、はいはいはい、学年でいくと3つになる。でまあまあ、でもプロレスとしては藤波さんの方が先輩ということになりますよ、ね。そうですね、まあ、このプロレス界ではね。鶴田さんがその全日本プロレスに入ったのが72年の10月なんで、新日本プロレスがまだテレビ中継がなくて苦しんでる時期に、ポンとこの人は、だからなおさらだ、来たから。だからその当時多分他団体のそういうのを見てて、若い藤波さんどう思ってたのかななんて。だから新人とかそういう感じじゃなかった。もう何でしょうか、相撲でいうなんか付け出し、幕下付け出しか、はいはいはい、そんな感じで見えましたからね。もう序二段とみたいな、始めたのとみたいな。でもデビュー戦を見ても初登場の時も初登場見えないのよ。もうなんかもう何年かもやってるからのような選手でね。もう若手の試合ではなかったんですか。そう、だから馬場さんの横にいても本当馬場さんの本当にパートナーって感じでね、うん、体が体でね、うん、あれだけの体持ってるから、うん、考えてみたらその入り方も全然違って、それこそ藤波さんは、うん、猪木さんに憧れて、入門。そうです。で鶴田さんの場合は、うん、プロレスが自分に適した就職だと思い、馬場さんの会社を選びましたっていう。羨ましいな。でもそれだけやっぱ体が言わせたんだろうな。余裕があるっていうか、やっぱ体、この業界ってのはやっぱ体がでかさが一番だね。そうですよね、うん、気持ちまでこう大きくさせてくれるっていうのか、やっぱり自分はもう本当恐怖心でこの業界に入ってきてるからね。どんなに練習しても体は大きくならないですもんね、うん、そうなんですよ。でもほら、たまたま僕はスタートジュニアヘビー級から上がってきたけど、はい、うん、気持ちの中では早く猪木さんのようなやっぱり体っていうかヘビー級になりたいっていうのがあったから、うん、やっぱりジュニアヘビー級でずっと自分がやっていくとは夢になかったの。あ、うん、だからみんながもう寝静まった頃でもとにかく台所へ手飯食ってね、とにかく体作れって。そんなんでもね、できるわけじゃないからね。藤波さんとジャンボ鶴田がこうライバル、うん、要は、アントニオ猪木のマナ弟子と、ジャイアント馬場のマナ弟子っていう感じで注目され始めたのは、やっぱり藤波さんがジュニアヘビー級のチャンピオンになって帰ってきてからだと思うんですけど、意識されました、その頃になると。いや、あまりね、最初はね、もう自分のことで精一杯だから、自分がジュニアヘビー級で要するにどれだけ日本のプロレス界の中でファンに受け入れられるか、うん、それとも自分のやっぱり存在感をやっぱ確立したいっていうのがあるから、とにかくやっぱりヘビー級の迫力とかやっぱりね、やっぱり絶対勝てないんで、自分で何か、自分でファンが引きつける何かやらなきゃいけないっていうのがあって、もうそれが必死だから、全く確かにテレビ、まあ、ただってジャンボは気にはなるけど、もうそういうのはこう自分で意識する余裕がなかった、ね、自分の確率、うん、確かにあの当時の藤波さんはそのドラゴン殺法って言われて、ドラゴンロケットがあったりとか、毎回なんか新しい技を出さなきゃいけないみたいなことを、そう、やっぱ自分には必ずあの新馬久志ってね、あの営業部長の、そう、営業部長の猪木さんの、まあ、マネージャーですよね。マネージャーですけど、とにかくね、あの人自身もプロレスファンだから、うん、やっぱファンの気持ちもよく分かるのかな。でやっぱり自分が体がちっちゃいの分かってるから、やっぱりこのままだったらヘビキには勝てないと、だから自分で何か、自分でお客さんとファンにどれこう印象を残すみたいな、何か新しいことをやらなきゃいけないよ、もう要するに危険を顧みずにね、まあ、そういうつもりだから、本当にだから自分にとってはあのドラゴンロケットってあのロープの間とくぐ抜けていくやつあれは当時メキシコでもあんまり誰もやってなかったこと、本当に 1,2 回見ただけで、もうそれがもう自分でぶっつけ本番だから。ドラゴンスープレックスもあのダミーの人間を別として人にやるのはあのマジソンが初めてですね。マジソン初めて。だから後々はそれがあの写真になってて、あ、こんな危険なことになっちゃうのかってね、自分でだから感じで、これはびっくりしたぐらいでね。だってあの時代にフルネルソンでスープレックスなんてやったら、どうやって受け身取るんだ相手はみたいな、ね、
だ普通にこれブリッジすらが難しいのにまして相手をこれで ね、羽交い締めで固めつくことは自分もやっぱりある程度危ないですよ、ね、危ないかな相手支えられないですもん ねそれでだからスープレックスだからドラゴンスープレックスの衝撃というのはなぜかと言いますと、うん、ジャンボ鶴田があのアメリカから帰国した時に4種類のスープレックスを使ってたんですよ、うん、いやダブルアーム、はいはいはい、ジャーマン、はいはい、サイド、うん、フロント、はいはい、でもうスープレックスは4種類で終わりだろうなと思ったら藤波さんがドラゴンスープレックスを持って帰ってきたということでまあそのあたりから多分もしかしたらファンはその2人をライバルとして見始めたのかも、まあ、通常普通に考えればその4種類が代表的だろうね。そうですね。まさか誰しもがまさかフルネルソンしてブルやろうとは思って思いつかないでしょ。そういうことでライバル視されていきますが、うん帰国して1年半ぐらいですかね。1979年の8月26日の夢のオールスターズで、はい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 、マスカラスも含めたトリオを組んだと。あれはね、確かねあの時はでも新日本側は、うんジャンボ鶴田との一騎打ちを望んだはずなんですよ、うん、あで 全日本が確か蹴ってるはずなんです、うん、それはできないということで、うんうんうん、でじゃあもう夢のトリオということでっていう、うんうんうん、どうでした実際こう組んでみて。まああれは正解だと思うっていうのはあれはね自分がまあ今後々ジャンボ鶴田とやりたかったっていうのも僕今思いますよ、うんうん、思うけどあれはやっぱ無理あの状況の中ではね、うん、やっぱりジャンボもう一人とやっぱり自分の一つ確立さっていうのもあるし、うん、まあその自分とやったかってそういうなんかこう余裕は多分絶対変えるのがあると思いますよ。やっぱりそれだけの経験、うん、体もでかいし、やっぱ僕の場合は別にどうってことないんだけど、うん、やっぱ僕自身もあの時はもうイケイケの頃だし、うん、なんかある分ではもうこっちに新米久志がいる、こっちにカールゴッチがいる、もうそれにだからある分ではもう何ていうのかマインドコントロールされて上がってるから。多分すごい試合になったのね。でもトリオを組んでても、うん、やっぱりファンは藤波とジャンボと、うんまあ、マスカラスもそうだけど、うん、誰が一番強いかとか見るからあでしょう、ね、やる方はやっぱり一番目立たなきゃ、うん、俺はもう意識したあの時はもう、ね、あの相手がね北田高千穂さん、はいね、今の歌舞伎さん、はい、高千穂さんそれからマサさんと、はい、タイガー通っちゃったね、はい、もうみんな大ベテランよ、うん、体もでかいし。でも僕は一番ちっちゃかったんだけど。確かにそうですね。でしょ、まあ、あの時僕は80、90キロあるかないぐらいだった。ああそうですね90、うんうん、でも頭の中はほらカールウォッチでマインドコントロールされてあるから、はい、全く恐怖心はない生き方だったからそうはいかんちのあるし、でましてや味方の方ではもうマスカラスはもう、うん、別格なんですよ、うんうん、スーパースターに、はい、であとジャンボがもうすぐだったら意識やったから絶対俺はジャンボよりも絶対目立ってやるからリングに絶対俺は長くいてやるって、うんうん、それがあったね。ですよね絶対そうですよね、うん、でも3人でドロップキック、はいはいはい、トリプルドロップキック、これはねだから全く控え室ではね何かやるよって何もないんですよ。あ本当の中もうアイコンタクトじゃないんだけど、うん、そういうあれでね3人がやっぱ息ぴったりだったね、うん、やっぱりみんなやっぱりどっかにその一つのそういう場面を作ろうよってやっぱり見せどころっていうのがそれぞれ分かってるというか、やっぱ俺のやっぱりこう底意地のなんか笑さられるかなんか絶対俺はセンター取ってやるじゃなくて俺は真ん中だったでしょでもこうね味方として同じコーナーに立ってこう、うん、リング上で動いているジャンボ鶴田を見てどう感じました彼のファイトっていうのは。彼自身はあんまりね極端にシングルタッグとかねああいうまあ夢の差もあんまり特別なのはないんですよ、うん、まあ、彼自身はもうジャンボはジャンボなんですよ。うんもうそれはもうなんかもう彼自身がこう生まれ持ったまだあもうプロレスでこうなんかこう上がってきたっていうそのジャンボがやっぱり自信がねやっぱりそうさせたのか、うん、あんまりだから変化はないんだよね。もうあくまでもジャンボ釣れたジャンボ釣れただよっているみたいな。俺のもうガジは誰も要するに崩せないんだっていうなんかそういうなんか余裕を感じたね。あ、うん、こっちはそうはいかんぞっていうのはあるんだけどあっちはなんか全然我関係で自分のマイペースでね。あー、うん、オールスター戦の時っていうのはあんまり喋らなかった。喋んない。もう控え室いてもだからまあそれはもうマスコミとのなんかそういう映像の写真だけで、うん、でだからマスカラスが間に入って撮るとかあんまりだから僕も個人的なプライベートの付き合いは全くなかったし、うん、本当に年に1回だけ12月の東京スポーツの、うん、プロレス大賞、プロレス大賞で要するに会場がない時たまにこう社交辞令のどう元気でやってるっていう感じでの、うん、お互いにその話だけ。思うのは、うん、東スポのプロレス大賞のパーティー、うんうん、
あの後年になるとほらもうみんな和気あいあい普通に喋ってましたけど、初めの頃ってなんか新日本と全日本の選手はこう反対側に分かれて、真っ二つ、もう猪木さんを取り巻くね、要するに新日本軍団ね、こっちは馬場さんをちょっとあの取り巻くもうジャンボ鶴田ともうあの全日本軍団、そうですよね、すごい誰もだから声かけづらかったでしょ、もうあそこの方も、ね、馬場さんの方はもう小鹿さんあたりがこうカーッとしてる感じで、どっかだから星野さんとかがもう、そうあの頃だからエーゲンさんね、あの方なんかワイドだからまあそういうブレあれないから、ブレイクはたまにこっちにこうちょっと来て、う元気やってるかとかね、うん、そういう話でこうたまに来てたけど、あとはもう完全な真っ二つ例えば猪木さんってジャンボ鶴田さんのことどう思ってたんですかね。でも一時期なんか噂で行くと一回ジャンボも一回猪木さん誘ったんでしょ。なんかね、あの誘われたことはあるみたいです。多分そうだと、あれだけの素材だから猪木さんも絶対一回は話してると思う。たまたまそういうあと中に入ってる人のね、あれでまあ全日本にこう行ったんでしょうけど、あと長州にしてもね、はい、うん、長州さんも新日本に入る前に全日本のパーティーに呼ばれてなんか監督と行ったことがあるって言ってましたね。でやっぱり鶴田先輩って呼ぶんですよね、やっぱりアマレスだから。長州さんだから鶴田先輩の試合の応援に、先1年先輩なんでデビューした後に全日本の会場に応援しに行ったことあるって言いましたね。だから僕もだから長州も後の新日本に入ってくるんだけど、だからジャンボがこのプロレスに入ってくるって時と同じよ。もう長州に対して俺はあんな感じでこの何とか長州とその構想が進むあの発展するとは思ってないし、俺は長州が別格だと思ったから。長州さんもやっぱりミュンヘンオリンピックに出たっていうんで、う猪木さんが横に立って記者会見やって入ってますからね、すごいな、すごい新人が入ってきたなって。もういや、もう猪木さんの要するにもうパートナーっていうかもうヘビ級でもうスタートするって感じで思ったから、まあそれは後々僕とあれだけなあの争いになるとは僕も全然全く意識してなかった。それこそあの長州さんがね、後年、俺はお前のカマセイヌじゃないって言ってましたけど、そうそうそう、実際はあなたがエリートでこっちがノンキャリアですよって、それはいいよ、俺がそれは俺の言葉だっていう感じでねそうですよね、新日本の道場かなんかで、鶴田さんと練習したことがあります。来た来た、あれ、これもね、何だったのかな、あれも一回 なんかそういう企画あった。西日本リングに初めてだから上がったって、だからもう選手あの道場には入ってこなかったけど、もう道場の横は寮だったでしょ、寮の中でもう選手がもうなんかもう騒いでましたよ。ジャンボ見たさでその時ってこう組んだりとかしたんですか。したした、やっぱりね、思った以上にやっぱりデカさ感じたね。だってもう普通はまあ大体この感じなのよ、こうだから。それで彼自身がやっぱり余裕を持って上からドーンと来るからね、その時だからもうやっぱりあのレスラーやっぱこういう格闘技っていうのは体のデカさっていうのは大事だなと思ったね。それは上からのしかかるのと下から支えるのと、それはねもうそこでもハンデが出ちゃったよ。で、まあ、あと、藤波さんと鶴田さんの接点って言ったら、90年の、5月の東京体育館、全日本の天竜さんが辞めて大量離脱で、最初の興行に、僕を覚えてるのは藤波さん確かその試合行きたいって言って、そうちょうどあの時ね、じゃあの長州は出ていく、前田とかみんなそれぞれが新日本から離脱してね、新日本の中でねやっぱりどうしてもやっぱりこうどっかにその危機感じゃないんだけど、やっぱりそういうあれが自分自身がね、感じないっていうのか、やっぱりそれと自分自身もやっぱりどっかに欲があるから、やっぱりみんな選手がこう自分で何ていうのか、一国一城のアレルギーとかそういう感じで自分で力を試そうって外に出ていくわけでしょ、自分だけはもうやっぱ新日本プロレスもそのままこう変わらずいるわけだから、でもどっかでやっぱり自分がもうそういうなんかこう同じような感じで自分の力を試したいというのがあるんだよね、まあ、それがたまたま天竜選手が全日本を離れたっていう時と時を同じくして、一回じゃあ自分が全く今までだったらあの企画でとかいろんな新日本にまあ了解のもとでまあジャンボと会ったりとかいろんなことしてたんだけど、今回全くもう連絡もしないで、自分の会社のあれなかったですね。そう、独断で全日本の会場にこう行ったんだけど、まあ新日本の中ではバタバタしたらしいけどね。ちょうど藤波さんまだ欠場されてる時なんですよね。でドラゴンボンバーズやったりとかっていう、ちょっと新日本も藤波どうするんだろうみたいな。そうちょうど自分は腰を怪我してね、それからちょっと復帰に合わせて、でも反対に行ってよかった。行ってやっぱり違う団体を見てると、反対にまあ自分がいる新日本プロレスのこれはやっぱり気持ちがやっぱり新日本を何とかしたいっていうそっちの方が強いわけだから、まあ、それがまあ自分自身の今度はプロレスとなんかレスラーの
としてね、うん、新日本ではやるべきことが違った意味で見えてきたような気がしてね。いろいろタイミングがずれたなと思うのは、それ5月じゃないですか、はい、で2月にちょうど新日本の東京ドームがあって、うん、全日本が協力した東京ドームで、でも藤波さんほら腰のあるで休んでて、もしあそこに出てたらひょっとしたらタッグで鶴田さんと当たってた可能性も、あの時鶴田八つ組が出てましたから。そうだよね、はい、うん、で木村健吾木戸治だったんで、普通に考えたら藤波木村健吾だろうみたいな、多分やってたね、うん、多分そうなってたでしょ、うんうんうん、でもそれはもうだからそれがやっぱり自然のなんていうのか、その時の運命的なのか、うん、だからあの時は自分がかえって、うん、なんていうのかな、こう腰を怪我してできなかった。だからこれある部分ではちょうど自分にとっては守られた部分があるね。うん、あの時多分あのまま怪我なしでやってたら、もうジャンボの独断状になってたろうね。あ、うん、だから自分がジュニアの時のあの要するにギラギラした、要するにカルゴチのマインドコントロールがもう少し溶けた頃だから溶けた頃だから、もう多分その気持ちないだろうから、もうジャンボの独断状になってたのね。あ、うん、でもまあ一番大きかったのはやっぱり鶴田さんが93年の時点でもうね、肝炎で第一線、うん、急にだからなく、いきなり第一線折れちゃったっていう、そう、かえってだから自分もわあやっとけばよかったなとかね、うん、そういうふうに思った時だったんだけどね。鶴田さんってその第一線を降りて、うん、それこそ本当に休憩ぐらいのところの試合に位置に、うん、で引退せずいながら大学教授もやって、うん、そういう生き方ってのはどういうふうに藤波さんに、やっぱりね、ジャンボ自身がやっぱ一番悔しさもあっただろうし、僕自身がやっぱりこれ見てられなかったね。やっぱあのジャンボっていうのはやっぱりそういうふうに僕は見たくなかったし、うん、そういう場面をね、うんうん、鶴田さんって性格的に第一線を見たらパッと引退する人だと思ったんですよ、それが下のランクになってまでもプロレスを続けてるっていうことは、就職しますと言ったけどやっぱプロレスが好きだったんだなでしょうね、まあ、そういう部分では共通してるかな、うん、俺自分自身がやっぱこうやって第一線を引いてるけど、うん、まだ自分で自分の団体をこうなんかこう持ってでも時折リングに立ちたいっていう気持ちはやっぱそういう部分ではそれは近いかもしれないね。通常だったらもう自分が一番いい時代をこう自分がもうそこからもういろんなもう自分がそこからもう離れてるわけだから、うん、本来はそこでも一応自分で巻き引きでしょ、うん、もうだから今長州だ武藤だいろんな選手がこう一番いい上段時期に今引退っていうもので行っていくけど、うん、まあ、自分はやっぱりこうまだ割り切れないっていう、うん、やっぱり自分自身はまあプロレスがまだリングに立ちたいっていう部分と、やっぱりこんなもんじゃない、まあ、どっかでは自分で違うなんかこうプロレスの見方なんか自分なりのなんか満足感じゃないけど、やっぱり自分でそこにいたいっていうのがあるからね、うん、なかなか自分で引退の2文字が見えてこないんだけどね、うんうん、でも、うん、みんなやっぱり一番喉がしいとこは一番自分のベストな時にやっぱりこう引き際でパッと引く方がさ、お客さんの部分ではね、うん、一番こう華々しく見えるでしょうけどね。長州さんが、うん、いや普通に歩けるうちに辞めたいんだっていう、そうそうそう、あ、うん、そういう考えもあるよなと思ったんですけど、長州さんはそうか、ジャンボ鶴田と60分やってますけど、うん、聞いたことあります？鶴田さんとの試合の。長州がね、プロレス界入ってもうあれほどね、しんどかった試合はないと。だから僕、彼、たっちゃん、彼は俺のことたっちゃんっていうかね、たっちゃん、ジャンボ絶対やんない方がいいって。ジャンボってやったら俺もう死ぬかと思ったって。あ60分やった時ね。まあ、あとは鶴田さんが引退して、うん、オレゴンに行って、教授になって、うん、その頃藤波さんも社長になられて、たのかそうかな。で、うん、確かほら連絡が鶴田さんから、そうそう、ゲームソフトの云々があって最後だから本当、だから本当俺もうなんかこれ違うだろうってなんか信じまだに信じられなかったんだけどね、うん、夜中の1時ぐらいだったかな、自分の自宅の番号も俺はそういう、なんで番号知ってんのっていうところから、まあそれは知るすべはね、いろんな人に聞いて分かるでしょうけど、うん、ジャンボですとかで声も確かにジャンボの声だったからね、うん、でも俺も寝ぼけにまなこで家内からジャンボってツルさんのことじゃないの、うん、電話って俺渡されて出た時にね、今度5つ日本に帰りますから帰ったらちょっと時間取りますか、飯でも食いましょうよ、それがだからジャンボとの初めてのプライベートな電話で、それが最初で最後で、その何ヶ月後かに亡くなっちゃうわけですよね。 そう、うん、その後藤波さんはそのジャンボツルタの流れを組む三沢光晴とタッグ組んだ、あとノアで試合もされてましたけど、やっぱり三沢選手と絡んだっていうのは
やっぱりその全日本なり、うん、ジャンボ鶴田を知りたいというのがその影ですよね、うん、ジャンボと戦えなかったそのあれがもう要するにどっかで全日本の要するにその空気感っていうのか死のリングという自分の中で体験したいというのがそれがだから三沢との、ね、うん、試合になったと思いますね。実際どうでしたその三沢光晴というやっぱりどっかやっぱ新日本とは違うんですよね。うん、うん、やっぱりそれはもうあの全日本育った選手と新日本の場合そういう分では新日本ってやっぱり常にあのリングに上がったらもう要するに猪木さんのああいうもういつ何時とかもそういうだからもう常に何が起こるか分からないぞみたいな感じでリングに上がってるけどでもやっぱりジャンボも分からないけど、まあ、やっぱりその全日本プロレスの育った選手というのはやっぱりどうぞ、うん、北選手は自分で要するに、うん、受けますよ受け立ちますよっていうなんかそのなんかどっかでそういう、うん、余裕感を感じたね。あ、うん、もしね今鶴田さんがご存命であればそう、ね、長州さんもいるし、うん、天竜さんもいるしまあ俺たちの時代 で、ね、みんなでなんか喋れたらすごい楽しかったんじゃないかな、うん、プロス界もまた違った意味でこういうふうな感じであるのでちょっと違うまたプロス界になったかもしれないね。そうですね、うん、その後俺が一人しかいないんだもんね今ね。そうですね、それもうあとみんなもそう三十人もいなくなっちゃったんだ。四天王もいなくなってる。四天王もいなくなっちゃった。そうかそうですよ藤波さんにとって接点があるようでなかったですけども、うん、ジャンボ鶴田ってどういう存在だったですかね。やっぱり永遠とやっぱり目標にされる選手なんだろうな。うん、やっぱり彼自身とやっぱりその天性のものっていうか、やっぱりこれでまああの馬場さんと猪木さんっていうのがやっぱりあれだけなこう存在感っていうのか、やっぱりその我々今度は世代にはやっぱり鶴田天竜俺長州って中でやっぱりジャンボってやっぱそういう形でやっぱそういう感じの存在感だったからね。思うに、例えば長州さんとか天竜さんってどっちかというとこう師匠に反発してこう好き勝手にやってて、藤波さんとか鶴田さんっていうのはそばにいなきゃいけないみたいな、なんだろう、自分を抑えてみたいな、うん、試合は別としてプロスカー全体を考えた時俺でジャンボとバイトどっかで似たとこあるかしらね。なんか業界の秩序を乱していけないとか、だからどっちかと俺は猪木さんよりも馬場さん派とかね、馬場さん的な考え的なものがあったっていう感じでね。本当に日本プロレスが分裂しないで同じ団体にいたらどうなってたのかな、どうなったろうね。俺自身は多分あの渦の中に巻き込まれてっていうか、やっぱりこの、 あの上にこうなんていうかこう上の浮かび上がっていく余裕はなかったのね。うん、たまやっぱり新日本プロレスは自分の人生は常にやっぱりそういういい方にいいようにだからもうこのなんかあの転がって、まあ、回ってたんですね。結果的に猪木さんが新日本プロレスをあの起こして、そこに俺はもう入門して生え抜きで若手でいて、そこに坂口さんと日本プロレスの若手が全部入ってきて、はいはいはい、そこでだから争奪戦があって、で僕はそこから一つ抜けて海外に行くっていう、でそこでカールコッチと出会うっていう、そこからだよね。だからそれがだから自分の運命を変えたような気がする。そうだ、鶴田さんもゴッチに会ってるんだ、フロリダに行った時会いに行ってるんですよね。だからね、そこでまたなんかあったらよかったね。でも俺より先にジャンボがあのカルゴチのマインドコントロールされなくてあの体でマインドコントロールされたら誰も変わらない本当に。でもまあ膨らむんですけど、うん、そろそろお時間というキリがないね。キリがないですね。これ一回で終わらないよ、これシリーズ、シリーズ化しないといけない。そうですね、前編からね。今度はやっぱりジャンボ鶴田とじゃなくてあのジャイアント馬場とアントニオ猪木でなんかまた話を続けたいね。そうですね、もうそうしたらすごい広がりますよね。はいはいはい、はい、ぜひぜひぜひ。あとあの藤波さんも、うん、あの YouTube のチャンネルを持っていらっしゃる、はいね、ということで、はい、ドラゴンチャンネル、ドラゴンチャンネル、はい、ドラゴンチャンネルの方も皆さんよろしくお願いいたします、はい、ドラゴンチャンネルは割と僕のプライベートが多いからね、いつもお城巡りばっかりしてるから、ああもうお城の話がねそうなんですよ、はい、ということで本日は藤波さんにお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました、はい